はい、皆さんこんにちは。グローカルの増田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている方の生の声を発信していくようなチャンネルになっております。この動画を見て面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、ジャイカ海外協力隊出身で、はい、国際協力かけるメディアっていうところで働かれていた田中さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お会いできるのを楽しみにしてました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ早速なんですけれども、はい、田中さんの簡単な自己紹介をお願いいたします。はい、田中信之と申しまして、青年海外協力隊には2013年から2015年でセネガル共和国っていうところに行っていて、帰国後に国際協力のメディア出版社で勤めておりました。今は離れて違うところのキャリアを歩んでいるんですけれども、今日はまあそういった観点からお話できたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。国際協力キャリアガイドを作られてた方なんで、はい、まあ、そこはちょっと後ほど深掘りをさせてもらいたいなと思っております。はい、早速なんですけれども、はい、そもそも田中さんが国際協力に興味を持ったきっかけっていうところをちょっとお聞きしていきたいんですけれども、はい、元は何がきっかけだったんですか？僕は高校までは高校野球も野球が好きで野球部ってだったんですけども、夏休みにやっぱ引退をした時に次のもう目標がなかったと。その時にたまたまテレビを見ていて、もし世界が100人の村だったらっていうあの番組を見て、その時はちょっとガーナのお話だったんですけれども、アフリカにこんな勉強したくてもできない子たちがいるんだっていうのを初めてそこで知ってですね、自分があんまり野球部で勉強してこなかった部分があったので、申し訳ないなと思いながらも、そのアフリカっていうのが情熱的な大陸だなっていうふうに思ってはいたので、まあそれも相まってここでなんか働いてみたいなと思ったのが一番最初のきっかけですかね。あ、そうだったんですね。実際その時は自分の知らない世界を見るじゃないですか。はい、結構自分と比較したりしてました、その当時は。そうですね、やっぱりまあ高校生ながら自分と比較して、まあ本当に同じ時間に生きてるのにこんな差があるのかっていうのはやっぱり少しこう衝撃的な感じでしたね。はい、ありがとうございます。実際じゃあそういったところを感じて自分で何かアクションを起こしたことってありますか？高校がそもそも大学がそのまま所属であったんですけれども、そうなんですね。まあ、やっぱそこでやりたいと思ってから高校生の3年の夏なんで、ちょっと受験してる人たちにしたらなめんなよって話かもしれないですけど、そこから初めて国際協力とかを学べる大学ってどこだろうっていうので受験を決意したっていうのが高校生のアクションとしてはそれが一つかなと思います。はい、そうなんですね。はい、じゃあ実際国際協力を学べるような学校に行こうっていうふうに考えてたって感じなんですね。そうですね、高校3年生の夏にそのテレビを見てこれをやりたいと次思った時には、じゃあ今いる付属の大学ではその学びがないのでそういう大学に行こうっていうのはそこの時に、はい、決めました。なるほど、ありがとうございます。実際じゃあ決意した後その学部に実際は行けたんですかね？受験をさせていただいて、あんまり大学って実はその時当時なくてですね、大体調べていくと大学院からっていうのが大体多くて、でも唯一拓殖大学っていう今の国際学部なんです。昔は国際開発学部ってガチガチの名前だったんですけど、そこにちょうど JICA の先生とか、国際協力銀行といわれる JBIC の出身の先生とかがいたりとか、まあ本当に学べる学校だったので、でそこにちょうど行けることになって進学しました。はい、ありがとうございます。じゃあ実際進学して自分の求めている学びっていうのは実際できました？国際協力っていうのはこういう風に進めていくんだよっていうプロジェクトの作り方から、はい、そのアフリカの話、東南アジアの話とか、あと NGO とか、 なんか職種のこの別の話とか、そういうのは、はい、すごく学べたなっていう風には思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ実際大学4年間で、まあ、そういった国際協力に関する勉強をしたと思うんですけど、途上国に行かれた経験とかもこの大学生の中ではありました？そうですね、自分自身としてはやっぱり現場に行かないと勉強しただけじゃ分かんないなっていう肌感の人だったんで、あんまり勉強がそんなにもともと好きじゃないって思ってそうなんです。でやっぱり行ってみなきゃ分かんないだろうっていうところで、大学2年生の時ですね、アフリカのルワンダっていう国に授業の一環の流れでジャーナリストの人と一緒にくっついていけるっていう、ゼミの先生が主催してるスタディーツアーに参加させていただいて、初めてそれで、まあ、アフリカの現場っていうところに行かせていただきました。ね、そうなんですね。じゃあそれがいわゆる初海外ですか？ちっちゃい頃に海外旅行とか言ってましたけど、自分で行こうと思ったのは初海外でしたね。なるほど、じゃあ、それで初アフリカみたいな感じで。そうです、初海外は初アフリカみたいなだったんですね。そうなんですね。はい、じゃあ実際ルワンダ行かれてどれぐらいの期間でいらっしゃったんですか？まあでもスタディーツアーなんで本当に1週間とかそれぐらいの感じの感覚ですね。なるほど、実際どうでした？ルワンダってちょうどルワンダの大虐殺があったりとか、ジェノサイドっていうものがあったっていうところで、まあそこからちょうど復興しようっていう最初の総選挙かなんかが行われるタイミングで行ったんですけれども、そこで被害に遭われた方にジャーナリストの主人にインタビューするっていうスタディーツアーだったんですけど、僕らが想像できない被
悲惨な事象があったけれども、やっぱ前に進んでいこうっていう、はい、未来をちゃんと築いていこうっていうところにはすごいパワーを感じて、より一層アフリカ行きたいなと、アフリカで仕事したいなっていうふうには思いました、ね、あ、そうなんですね。実際ルワンダでは大虐殺が起きた方のお話とか、はい、そういったところをお聞きしたって感じなんですね。そうですね、一番まあやっぱ衝撃的だったのはやっぱお家族全部亡くなられちゃったっていう男性がいたんですけれども、うんうん、これが一番忘れられないシーンかなと思ってはいるんですけど、はい、帰り際にですね、新しい家族ができたんだって話をしていただいて、はい、わざわざまあ僕らバスで行ってたんですけれども、うんうん、連れてきてくれたんですね、娘さんを、はい、で今この娘さんと一緒に僕はもう新しい未来に向かって今頑張ってるんだっていう話を、はい、まあそのシーンがやっぱ一番忘れられなくて、はい、僕にそんなこと言えるかなって、同じ立場だったらと思って、はい、それが一番衝撃で、やっぱここで働きたいという感覚になったっていうのはありますね。なるほど、ありがとうございます。じゃあそういった初海外で初ルワンダ行って、はい、まあ、いろいろ衝撃あったと思うんですけど、はい、大学戻ってきてその後って就職自体はどんなキャリアを歩まれるんですか？ここが多分その後メディアに就いた理由でもあったんですけど、新卒で国際協力の道ってないなと思う。いやー、なかなかないですよね。そう、なかなかないですよね、うん、なんか学んでたものの全然就活になったらないな、そんな道と思ってですね、ですね、結構悩んで大学院行くのかどうしようかとかめちゃめちゃ悩んだんですけど、その1週間のアフリカ行っただけなんで、はい、具体的に何やれって言われたら漠然としてたんですよ、うん、まだ、うん、なので大学院の進学候補だった大学院の先生とかにアポイント取ったりとか相談をしたものの、大学院って研究する場所でもあるので、はい、あんまり頭がまとまってなかったんで、うん、君は一回現場行った方がいいよってアドバイスを受けて、はいはいはい、最初はまず青年海外協力隊に行こうっていう決めて、うん、そのためにじゃあなんか社会人経験をということで、うん、関係なくですね、英語が苦手だったんで、はい、語学スクールの営業マンとして入社したっていうのは、はい、辞める気満々で入社してますからしかもそれ営業マンとして入れるんですね。そうそうそう、もうで福利厚生で受けられるっていうからもうそれだけで入りました。そういうことですか。そうです、だから英語スクールのところに行けば英語を学べる。そう、英語学べると、福利厚生で学べるよとおお、じゃあそれで入りますみたいなあくまでもツールとしてそこを選んだって、ね、そうそうそう。じゃあ実際英語スクールのところで学んだ時って福利厚生があるじゃないですか、はいはい、その時はじゃあもうフル活用して学んでました。そうですね、普通は営業した生徒さんとかのフォローもしたりするんですけど、うん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 、めっちゃ僕授業一緒に受けてるみたいな営業マンなのに、営業マンなのにみたいな、あれ田中さんも受けてるんですかみたいなそうですみたいなめっちゃ楽しいですよねって言いながら、面白い、あ、そうだったんですねな感じでしたね。はいはいはい、じゃあ実際英語スクールの営業はどれぐらいされてらっしゃったんですか？最初やっぱそれで初めての社会人なんで、仕事って楽しいなと思いながらやってたんですけど、国際協力をそこまでやりたいと思ってやってたんで、1年あるかないかぐらいで全然違うわけですよ。ドメスティックで国内で営業してるんで、周りの同僚に別にそんな同じ感覚の人がいるわけではないので、なんか違うなと思い出してて、その時にたまたま NPO 法人のそのファンドレイジングかなんかの担当のポストが空いてたっていうのを見て、あ、じゃあこっち行きたいなと思って、そっちに行こうかなと思って1年ぐらいしかやってなかったですね。そうなんですね。じゃあ次ファンドレイジングの担当っていうところをされてらっしゃったんですか？そうですね、たまたま NPO 法人が内製化って言いまして、ファンドレイジングで当時は結構外注だったんですよ。外注でやってたらしくてですね、そんな営業ノウハウないんで、それだと支援金も結局外注費で取られちゃうので、内製でちゃんとやっていこうっていうところで、営業経験がある人が欲しいっていうので入ってて、はいはいはい、営業しましたもんね。営業してたんで一応じゃあ採用っていう感じ。そうなんですね。実際どうですか、英語スクールの営業とファンドレイジングって似てるところもあればちょっと違うところもあると思うんですけど、前職の知識とか経験っていうのは結構活かせた感じですかね？そうですね、やっぱ営業経験自体は活かせたかなというふうには思ってます。アプローチの仕方ですとか、はい、ただやっぱり寄付なんで、営業は一応語学スクールだったら語学スクールに通って自分で頑張れば身につくっていうメリットがあるじゃないですか。寄付は本当に寄付なんで、そうですよね、それ以上のメリットはないので、そこをどうやってやるかっていうのは最初の方のチームメンバーで、うん、特にまあリーダーの方がそういうバリバリの営業マンだったんで、一緒に考えていくっていうなんか試行錯誤の時でしたね。そうなんですね。じゃあそこのファインドレイザーを経験して、そこからようやく弱化が協力したんですかね？はい、そうですね。なるほど。もともと契約っていう、まあ、携帯だったので、うん、正社員じゃないけど、はい、契約ポストだったので、うん、社会人1年しか経験してない人間なんで契約ポストだったんで、はい、でそもそも入る時も、はい、協力隊に行きたいんですと、うん、っていうのはもう正直に言って行ってたんですね。ここは行っちゃおうと、はい、協力隊に行きたいんです、ああいいよ全然頑張りなみたいな感じで言っていただいててすごいみんなフランクですね。そうですね、やっぱそういう方が多かったので、最初みんなだから試行錯誤だったので結構自由な感じで、はいはい、協力隊終えてジョインしてた方もいらっしゃいましたし、そのなんかつなぎポストみたいな感じでジョインしてた方もいますし、はいはい、僕らみたいに協力隊行きたいっていう子も何人かいたりとかして、うんうんうん、で一緒に受験したりとかしました。じゃあ年齢も結構幅広かった感じですか？そうですね、20前半からでも大体20代がメインで、うん、まあ、リーダーはちゃんと正ポストの人なんで30のぐらいの人でしたけど、はいはいはい、
ありがとうございます。じゃあ英会話スクールの営業をされてて、はい、その後ファンドレイザーとして働かれてて、はい、ようやくそこから JICA 海外という舞台に移るってことですね。そうですそうです、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと今までは国際協力に興味を持ったきっかけから、はい、JICA 海外協力隊前何をしてたのかっていうところをお話をお伺いしたんですけど、はい、ちょっとこの後は JICA 海外協力隊何をしてたのかっていうところをお話をお伺いしたいなと思っております。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。